はい、どうも、皆さん、こんばんは。ワドツです。今日は2019年の3月の25日になりました。0時21分です。よろしくお願いします。まったりやりましょう。はい、金魚姫ワドツ、お疲れ様。今帰ってきたよ。撮影終わったところ。お疲れ様です。お疲れお疲れ。はい、ワドツ、タムタムいらっしゃい、お疲れ。タムいらっしゃい。
明日はみんな仕事？明日はみんな平日だから仕事かな？仕事だ、大変だ。明日病院？ダメだ。早く良くなるといいね。はい、元気出してね。なんか配信がっつりできる時間が取れたの久々かな。3日ぶりぐらいだ。3日ぶりぐらい。みんな元気にしてる？大丈夫？みんな元気にしてる？元気？子育てで忙しい。子育ては一番幸せなことだよ。子供を育てるっていうのはすごく尊いことだからね。いいことですよ。いいじゃない。かわいいでしょ。自分の子供は。目に入れても痛くないんじゃない？ねえ、出産の気持ちをするね、男の人は分かんないけど、命をかけて産んでるわけだもんね。ね、元気に育つといいね、子供が。今日はぐっすり寝たな。よく寝れた。久々にね、快眠ですよ、快眠。久々というかもう生まれ変わった気持ちだよね。春休み始まったんだ。じゃあコメント欄が荒れるな。春が来たっつって。春中が湧くんだ、春中。子供たちがコメント欄を荒らすんだ。でも最近の若い人はコメント欄荒らさないか。でもね、いいことがあったんですよ。とてもいいことがあったんで、僕はすごく生まれ戻った気分ですよ。
いや、いいことがあったわ。お疲れ。あ、聞こえてる？ちょっと待って、放送の音切るから、ちょっと待って。
音聞こえる。ごめんね。ごめんなさい。ちょっと、仕事の件で電話してました。申し訳ないです。はい、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。ちょっと LINE だけ送らせて。よいしょ。延長しないと。ごめんね、ごめんね。今、仕事の件で。間違えた。はいはい、ごめんね。仕事の件ばっかりで申し訳ないっす。お疲れ様です。イベント参加してたよ、セフィゾ。イベントね、参加してたんだけど、予選で落ちちゃったんですよ、僕。ごめんなさい、実力不足で。応援してくれてた人、ありがとね。本当はね、映画俳優やってみたかったんだけど、予選落ちてしまいました。ごめんなさい。もっとね、実力をつけてね、こういうイベントとかでも勝てるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。
多分なんだけどね、パソコン、写真と映像編集用のパソコン、ちょっと検討してたんだけど、多分なんだけどね、あれになりますね。Mac の新しい iMac にしようと思ってますね。で、理由が、iMac だと、ディスプレイ、レティーナディスプレイっていうのがやっぱり、そこそこ優秀で、で、業務用のそのレティーナディスプレイに相当するモニターを買うと13万円ぐらいが一番安くて、で、レティーナディスプレイよりも高いものを買おうとすると、プロ用の映画用のを買おうとすると33万とかするんだって。その、ちゃんとした色を出すっていう。で、レティーナディスプレイは、まあ13万円分の効果があるから、やっぱりそれが内蔵されてるっていうのはでかい。で、やっぱ色の再現性が Mac は強いっていうのが理由で、で、本当はパソコンのスペック的にはもう少し上げたいところなんだけど、まあ、予算が限られてる中で50万円でパソコン買うんだったら、まあ悪い選択肢ではないと思ったんで、このお金が貯まったらね、レティーナディスプレイがついてる iMac を買おうと思ってます。そうだ、花火ね、メーターまたいただいたんで、生活費メーター1500円分追加しておきます。今ね、15万ですね。1万5000円になっちゃった。ありがとうございます。あと5万稼げるかな。それがね、手に入ったらいよいよ本格的な動画制作が始まるんで、気合い入れて頑張ろうと思います。21インチの方の 4K iMac 持ってます。使ってる。新しいやつ？それとも型が古いやつかな？明日仕事？オッケーオッケー。おやすみね。ありがとう。パフェありがとう。金魚姫おやすみ。いつもありがとう。多分ね、27インチの方がスペックが高いから、新しい Mac、それを買おうかなと思ってるかな。グラフィックボードがやっぱ追加できるっていうのが、一つ前のやつだ。グラフィックボードがね、追加できる。ただ、やっぱりグラフィックボードにはね、リスナーさんが教えてくれてたんだけど、少し問題があるみたいね。GeForce っていうメーカーのグラフィックボードが基準になってるから、AMD っていうやつはあんまり、良くないんじゃないかっていうのは確かにあるけど、ただ、まあ、動かないっていうことはないから、科学的に、まあ、問題ないんじゃないかっていう判断をして、本当はね、それがいいんだけど。あいににこんばんは。ハート5個ありがとう。いらっしゃい。楽しんでって。27インチの 5K モデルだとメモリを自分で増設できるんですよね。そうなんだ。すごいね。メモリを自分で増設できるんだ。それはいいね。何？裏の蓋開けて自分で改造できるっていうようになってるのかな。まあ、いろいろと試していこうとは思ってるんだけど、まあ、パソコン買わない限りも作業ができなくなってしまってるっていうのがでかいんで。あ、固定なんだ。そうなんだ。じゃあ27インチ買おうかな。メモリを増設後でできるっていうのは結構でかいよね。ありがとう、教えてくれて。
パソコンは今は Windows のパソコンで、レッツノートの2年前、3年前かな？ 3 年前か？ん？ 2 年、3年前かな？もう。うん。それのやつを使っていて、今は Windows ですね。ただ、iMac 買ったとしても多分なんだけど、ブートキャンプで Windows にすると思いますね。映画のスタッフのチームが、編集できる人が3人いるんだけど、全員 Windows 使ってるから、規格を統一した方が、編集ね、バグが出にくいんで、僕も Windows で行こうと思いますね。いや、Apple ではないですよ。Apple のパソコンを使うけれども、中身は、ブートキャンプっていう機能があって、Windows を入れることができるんで、結局中身は Windows にしちゃいますね。セフィおはよう。監督イベント参加してよ。参加したんだけど、結局、ダメでした。ごめんなさい。予選落ちちゃいました。参加したんだけどね、途中で落選しちゃったんですよ。申し訳ないです。もっとね、力つけて、予選通過してね、ちゃんと受かるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。申し訳ない、応援してくれてた人。今回はね、映画ね、どうしても受かりたかったんだけど、実力不足でしたね。残念です。カスタマイズで一番メモリ低いやつ。メモリは64ギガ積みますね。一番最初に。で、なんでメモリ、積まないといけないかっていうと、まずメモリ8ギガが多分標準なんですよ。で、メモリを積まないと、まずそのグラフィックの処理ができないんです。だからメモリはもう最初から64ギガいきますね。すごいよね。みんなね。応援してくれる人が多いんだろうね。ね、すごいね。映画誰が受かるんだろうね。今回ね。俳優経験したらね、自分が映画撮るときにも勉強になったからね。ぜひ受かってみたかったけど。映画主演決定してないよ。てるてるいらっしゃい。映画主演決定してないですよ。なんかあった？主演決定って。どっかから偽の情報が流れてんじゃないかな。映画出演決まってないですよ。どんな映画の内容になるんだろうね。映画の内容気になるよね。
どんな内容になるんだろう。絵が出ないですよ 絵が出ないですよ。
なんでコーヒーって美味しいんだろうね。子供の頃とかブラックのコーヒーとかただ苦い飲み物だと思ってたけど、コーヒー1日3本4本飲むからな。コーヒーすごい美味しいっすよね。なんか一説によるとさ、コーヒーって味覚が鈍ってるらしいよね。子供の頃はその苦味とかに敏感なんだけど、苦味と酸味っていうのに敏感なんだけど、要は酸味って腐ってるもの、酸っぱくなるもの、発酵してるわけだから酸っぱくなるわけじゃん。だから腐ってる。で、苦味っていうのは毒。だから子供の頃はその酸っぱみと苦味っていうのがこう敏感に感じるようにできてるんだけど、年を取ってくると、その苦味とかの成分とか酸っぱみとかの成分が味蕾が鈍感になるから、ただ単にビールとかコーヒーとかを飲めるんじゃないかっていう理論があって、面白いよ。味覚が大人になっていくと敏感になっていくわけじゃなくて、大人になっていくと鈍感になるから美味しく感じるっていう、なんか矛盾だよね、それってね。襟足のところが金髪なの、なんでなんだろうな。髪の毛が3回染めたんだけど、うまく染まらないんですよね。襟足だけ金髪になっちゃうの、なんでなんだろう。ドライヤーもしっかり当てたし、ちゃんと襟足も塗ったんだけどね、襟足だけ金髪になっちゃうんですよね。どうしても。うまく色が入らないですね。残念だけど。なんでなんだろうな。おととい染めたんで、おととい染めたんで、もうしばらくは染めないかな。なんかてっぺんの部分とかね、襟足とかがうまく染まらなかったですね。なんでなのかわかんないんだけど、しばらくはこのブルーの髪でいこうかなと思っていて、なんかね、あんまり評判良くないんですよね。ブルー似合わねえよって言われて、もう自分的にはね、気に入ってるんだけど、やっぱり襟足の部分とかトップとか生え際とかがね、どうしても金髪になっちゃってて、こことかも少し金髪なんだけど、これが気に入らなくて染めたんだけど、なんかうまく染まらないんだよね。赤は入りやすいんだけど、ブルーはね、入りづらいみたいだね、色がね。残念だよね。
ゆいがふわっち始めたみたいやで。あ、そうなんだ。ゆいがさんふわっち始めたんだ。でも、ふわっちやらないってずっと言ってたんだけどね。やっぱりフラグだったんだね。配信者がやらないって言ったらやるっていうことだからね。いつかやるよっていうことだからね。まあ人気出そうだよね。ゆいがさん、大手だから。ふわっち、どうなるんだろうな。でもあの人、投げ銭反対派じゃなかったっけ？投げ銭反対派だったような記憶があるんだけど。まあ、どうなんだろう。ペンギン枠だけやる？いやー、どうなんだろう。うまくいくのかな。絶対花火もらった方がいいと思うけどな。考え方が古いよね。なんか昔の配信者だよね。投げ銭イコール乞食だっていうふうに、優雅さん考えてるからね。アイテムオフになってんだ。ダメだね。それはね、なんか俺はアイテムは普通にもらっていいと思う派だから。ましてやもうふわっちできてから3年ぐらい経ってるし、その前からね、もうずっと投げ銭、ツイキャスですらね、投げ銭実装されてるわけだから、まあ別に、なんだろう、悪いことをしてるわけじゃないからさ、普通に受け取ればいいのにね。投げ銭サイト水面下で規制の対象になる動きがあるらしいね。いやー、ならないんじゃないですかね。そんな動きがあるんですか？水面下で。ならないと思いますよ。Google とかもやってるし、規制する理由がないですからね。規制する理由なんかあります？なんか別に、例えばなんかゲーム課金に対する規制とかないじゃないですか。で、めちゃめちゃ日本ね、パズドラとかモンストとか盛り上がってるから、そういうことはやらないんじゃないかな。昔はね、そのお金をリスナーさんからもらうことが悪だっていう風潮があったんですよ、配信会に。そうそう、あの現金をいただいたりとかステッカー売ったりするのが反対の人が多くて、で多分その名残で、あの投げ銭イコール悪いことだって思ってる人が結構古い配信者には多いかな。俺はなんかそれ変な理屈だなっていうふうに思ってたんだけど、なんでなんだろうね。全然ね、活動費とか全然プロで食っていく人が出ていった方がね、いろんな人が参入してくるし面白くなると思うんだけどな。まあ考え方はね、人それぞれだから。アイテムを受け取らないっていうのも一つの配信のあり方だし、それは自由に選んでね、いいと思うし、俺はもらいますよ。いただけるものはありがたくもらいます。生活かかってるんで。ああ、ゆいかさんね、実力のある人だから、ちょっと面白くなりそうだね。ニコ生からフワッチに参戦、ウェルカムですよ。ウェルカムです、ウェルカムです。フワッチが盛り上がるといいですね。マジ、フワッチ配信者として大歓迎ですよ。ゆいかさん、大先輩ですから。アイテム投げるの禁止っていうのはね、ペンギン枠って言って2ヶ月ぐらい前に実装されたのかな。でもやってる人、ユーガさん以外で、僕、俺初めて聞いたかもしんない。なんか石川紀之さんがずっと要望を出してたらしいよね。紀之さんがフワッチに対してアイテム禁止枠を作ってほしいっていうことを言ってたらしいね。どうなんだろうね。ペンギン枠。うまくいくのかな。まあでもね、無料でリスナーさんに負担かけずに見てもらいたい。でもね、ふわっちの、仕組み上ね、延長するのに50円もかかるんですよ。だから、4時間マックスでやったら350円かかるから、
1ヶ月ぐらい4時間枠とか8時間とかやったら2万3万飛ぶから、だからそこをユイガさんがどう捉えるのかだよね。2万3万自腹切るって言ったら結構負担だから、配信者が。ペンギン枠はアイテム禁止枠ですね。だからってことは30分で1回1回バツバツって切ったらね、リスナーさんが負担になるから、ね、金払ってでもいいから延長してくれよっていう人って多分いっぱいいると思うんですよ。だからね、そこをどう捉えるのかだよね、ユイガさん自身が。あ、延長するんで皆さんアイテムよろしくお願いします。ああ、そうなんだ。17すごいよね。結構芸能人とかも参入してきてて。やっぱね、ナンバー2サイト。そうそう、延長代に50円かかるから、ね、配信者がそれ負担してたら、すごいお金になるよ。やっぱ、長時間配信やる人も多いから、俺はね、だいたい8時間とか10時間とかやるから、1日1000円ぐらい飛ぶからね。プレゼントボックスありがとう。アイテムありがとう。プレゼントボックスって何のアイテムだっけ、これ。ありがとうございます。アイテムありがとうね。だから昨日もね、今日もね、1000円しか稼げてないから赤字ですよ、僕。収入ゼロっすよ、この2日間で。超苦しいね。頑張らないと。金銭的なことでトラブルになって、傷害事件が起きてるらしい。すでに警察が目つけてる。へえ、傷害事件が起きてんの。すごいな。アイテムを投げて傷害事件。1日1000円はただの延長代だからな、俺にとっては。だから1日やっぱ1万は稼ぎたいよね。1日1万稼げたらもう万々歳だよ。30日毎日放送やってるから、それくらい稼げたらいいですね。なんとかね、盛り上げていきたいけどね。まあ、なかなか。まあでもね、時々、なんだろう、ファンタスティック花火投げてくれたりとか、招き猫っていう高額アイテムくれたりとか、なんか一部の、人がね、ねえ、延長代タダにしてほしいよね、ちょっとね。まあ、ふわっちもね、営利団体だから、どっかしらでマネタイズしていかないといけないんだろうけどさ。できればね、配信者の負担は減らしていただけると我々は助かるんだけどね。配信会自体は多分潰れないんじゃないですかね。ニコ生とかが盛り上がってた頃の方が、なんか荒っぽい事件多かったですよ。最近はそんなに荒っぽい事件とか減ってると思うんで、あんまりそこは関係ないんじゃないかな。課金とか課金してないとかっていう部分に関しては。まあこれだけでかいプラットフォームね、ユーザーさんがこんだけ多くの人が楽しんでるサイトとかになってくると、まあ10万人のユーザーが遊んでたら1人ぐらい犯罪者は出るよねっていう理屈になるんだよ。で、その1人のせいでサイトを潰すっていうことはあんまり現実的に起こりづらいのかなっていうふうに僕は判断してますね。まああと1個の配信サイトが潰れても、配信サイト全体がなくなるっていうことは絶対ありえないんで、まあどっかにお引越しするとか、そういう対策になるんだと思いますね。
まあ楽しくやろう。楽しくやろう。野田を許すな、キムさんいらっしゃい。腹立つよな。あんな言い方されたらな。ありがとうございます。あんな言い方されたら腹立つよ。まあでもいいじゃん。許します。いがみ合ってもしょうがないから許しましょう。俺の話分かりやすいかな。なんか自分でたまになんだけど、タイムシフトとか見ると結構早口で喋ってるから、頭の中のこう言語処理がなんか結構すっ飛ばして喋ってて、これ伝わってるのかなっていう、なんか ADHD の特徴なんだけど、頭の中のスピードが言語が追いつかなくて。自分ではちゃんと説明してるつもりなんだけど、1379みたいな喋り方をしてて、あ、これ多分リスナーさん分かりづらいよなとか思ったりすることありますよ。あとスピードが速い、喋る。だゆっくりなるべく喋ろうと心がけてますね。ちゃんと時系列を整えて相手に伝わるように喋るっていうのはすごく重要なことだなっていうのは、昔もっと、なんだろう、早く喋ってて、うなちゃんマンに怒られたんですよね。ワド君はもっと3倍、4倍ぐらいゆっくり喋った方がいいよって。あれ、リスナーさん何言ってるか分かんないからって教えてくれて。で、そっから結構ゆっくり、もうほんと5倍、6倍ぐらい遅いぐらいの喋り方をしようと思って。あのアドバイスは参考になりましたね。どうなんですかね。でも、やっぱり、ある程度人が集まる枠とかって、伝える能力が高い人が多いなって。人気が出る配信者ほど、こう、自分の気持ちとかをシェアするっていうか、共感してもらえるように喋るっていうことが上手い人が多いですよね。そこは見習わないとなっていう。ついつい癖でね、盛り上がってくると早口になったりとか、あの相手が伝わりづらい表現の仕方とかをしてしまうことが多いんで、そこは何だろうな ちゃんと喋らないといけないんだなっていうのは結構心がけてはいますね。結局ね、何言ってるか分かんなかったら喋る意味がないもんね。喋る意味が。ああ、そうなんだ。
お腹すいたな。なんか後で食べよう。まあ結構まったりやってるんで、できればね、コメントがひっきりなしに流れていったらコメント選べるようになるのかもしれないけど、僕コメント結構少ないんで、あれですね、コメントが来ない時は結構何喋ろうかなっていう風になりますね。まあでもまったり同じ時間を楽しく共有できたらいいなって。お腹すいたな。YouTube はアーカイブを残してますね。最近その YouTube 用に編集してっていうのができてないですね。少しずつ1日5分の動画でもね、少し作品載せていけたらいいなと思ってるんですけど、アーカイブだけですね、残してるのは。やめてるわけではないですよ。ニコ生はそうですね、やってないですね、全然。きっぱりやめて、たまに1回2回枠つけたことはあったけど、あんまりもう人が離れちゃってるし、リスナーさんいないし、コミュニティも新規で立ち上げたから300人ぐらいしかコミュニティいないし、やってないっすね。あとやっぱ月額でお金かかるっていうのがでかいっすよね。500円だったかな。なんかあんまり自分が好きではないサービスに対価を払ってしまうと、その企業があぐらをかいてしまって、そのサービスを肯定することになっちゃうから、ニコ生はね、もうやらあんまりやる気はしないかな。ふわっちに来てから全然やってないですね。一番やりやすいのはフワッチですね。楽しいですね。お腹ギュル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 言ってるな。ポテチかなんか買ってたな、そういえば。月、そうなんですよ。500円かかるんですよ。プレミアム会員っていうのにならないと配信できないんで。ワッチ、そうっすね、楽しいっすね。結構いいサイトですよ。もう3年半ぐらいやってるかな。
ったりっすね。まったり好きです。基本的になんかこのテーマで話題振ってくれ、なんか話してみてよって言われた、多分5分ぐらい喋れるんで、なんか話聞くのが好きな人はなんか聞いてみたい話題とか、これについて喋ってほしいみたいな、これについて語ってほしいみたいなこと振られたら、まあ5分10分は喋れますね。あ、でも僕は言語化するだけがコミュニケーションではないと思ってるんで、なんか一緒に楽しんでいけたらそれで、なんかほっこりほっこりしてそれでもいいのかなって。下の話題怖い、なんか可愛い女の子が出てるやつでしょ、すごい人気 YouTuber じゃん。なんか怖いことあった？こんばんは、リコタン、お疲れ、いつも来てくれてありがとうね。こんばんは。
最後にパレスチナに行きますって、マドの動画。そうなんだ。パレスチナに行く。なんでまた紛争地帯に行くんだろうね。なんだろうね。なんか取材って感じでもないだろうしね。YouTube の闇、なんだろうね。まあ気になる終わり方だよね。何なんだろう。睡眠時間でいうとすごいロングスリーパーで、12時間から14時間ぐらい寝てますね。もう、うつ病の人はよく寝るんですよ。あ、でもね、俺うつ病治った。多分だけど。完治した。まあ多分ショートスリーパー気味になってくるんじゃないかな、これから。今日も6時間ぐらいしか寝てない。結構睡眠と精神、いろいろとね、関連してるからね。多分これから睡眠時間減ってくだろうな。延長するんで、もしよかったらお気持ちアイテムいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。効率のいいダイエット、効率のいいというか、ダイエットって2通りしかないんですよ。運動するか、食べないか。 だから一番効率のいいダイエットは、飲まず食わずで3日間ずっと走ってればいいんですよ。絶対痩せます。すっごく効率いいですよ。
ずーっとひたすら3日間走って飲まず食わずで走ったら絶対痩せるんで、どうすかね。だから食わないのか運動をするのかの2択しかないんで、痩せるっていうことはどっちかっすね。何にも食わなくても痩せますしね、1ヶ月ぐらい。衰えますよ。衰えます、衰えます。バリッバリ衰えますね。でもよく言われてんのが、なんかアジアの中でも中国人の女性と韓国人の女性はダイエットっていう言葉イコール運動をするっていう概念だけど、日本人はダイエットっていう言葉が出てきて連想するのは食事制限の方なんですよね。だから衰えるっていうダイエット、だから中国人とか韓国人の人のダイエットって体を鍛えるんですよ。で、代謝を上げるんですよ。だからお尻とか太ももがすごいむっちりしてる、張ってるというか、でスタイルを整えるって考え方なんだけど、日本人そうじゃないですよね。細く細くって、いや衰えていくっていう考え方だから、これはあんまり、なんかダイエットをする時に体重を測ってダイエットをするっていうのは間違ってるんじゃないかなって思いますね。いやー、あんまりしてないですね。いちごさん、こんばんは。背頃のトレーニング全然してないですね。相手みさんはこつ。いらっしゃい。全然できてない。まずいね、今回。ジムに1回も通ってないもんな、今回。やばいよ。電子タバコやめた。普通のタバコに戻った。ダメだった。怪我しないように。ありがとうございます、お気遣い。ありがとう。そうだね、怪我したらね、もう一生ダメになっちゃうからね。ありがとう。
携帯はね、iPhone の6プラス使ってますね、僕は。何年ぐらい使ってるかな？ 4 年ぐらい？ 4 年じゃないか、もっとか。5年ぐらい同じ携帯使ってますね。iPhone SE 2が出たら買いたいですね。欲しいですね。SE のデザインかっこいいよね。なんか丸みを帯びてるよりも角張ってるものの方が好きなんで。iPhone の SE のデザイン、あれは4S から始まったんだっけ？あのデザインは神がかってかっこいいですね。少し厚みがあるくらいで、別に薄くする必要ないと思ってるんで僕。あれくらいのグリップ感があった方が使いやすいんで。SE2 が出たら欲しいですね。なんか明日か明後日出るっていう噂ですよね。ああ、かっこいいですよね、SE。なんかだんだん丸みを帯びていって画面がでかくなっていって使いづらくなってますよね。僕も大好きですね。ああ、また発表するんだったら iPhone ね、可能性ありますよね。iPad がミニ、iMac が出て、で、AirPods、ね、iPhone 出るんじゃないかって期待大ですよね。出てほしいですね。日本で一番売れるんじゃないかな。なんかオーバースペックで高い気がするっすね。カメラはですね、僕はソニーの α7III っていうカメラを使ってます。ソニーですね。あ、iPod タッチなんだ。いらないかな。音楽が聴ければいいから iPod タッチは別に新しいのは欲しくないな。糖尿病をスクワットと散歩と食事で治ったらしい。医者から教わったんだって。ああ、まあそうでしょうね。運動不足だからね。あと食事が不摂生から来るわけだから、まあ治るっていうか初期の段階だったら緩和するはずですよね。あ、結構いいカメラ使わせていただいてますね。リスナーさんがいっぱい花火投げてくれて、それでもうずっと使ってますね。出たばかりで、出て1週間ぐらいで買ったのかな。ソニーすごくいいですよ。α7III は名機ですね、本当に。iPod タッチは別に求めてないですね、僕も。っていうか iPhone があれば音楽聴けるからね。α7 本当にいいカメラですね。僕カメラ始めたのが、始めた、まあ本格的に始めたのが α からだったんで、本当に買って間違いじゃなかったなって思いますね。α7III は本体価格が26万だったかな。ボディが26万で、で、僕のは標準レンズが5万ぐらいかな。でも、レンズキットっていう、そのスターターキットで買ったんで、ズームレンズがついてて、30万ぐらいだったと思いますね。で、メモリーカードが、まあ、メモリーカードなの、カメラバッグなの、なんだかんだって言って32万ぐらいかかりましたね。まあでも、本当に、それで、もともと映画を作りたくて、で、今のカメラ購入させていただいたんですけど、すごくいいカメラですね。表現力が高いですね。
アップルはヌルヌル動くからいいっすよね。ヌルヌル動くから。そうですね、今日も撮影で女性のモデルの方を撮らせていただきましたね。その前はドクター M さんという配信者の方で、すごい綺麗な方で、でドクター M さんもカメラマンなんですけど、それでフォトセッションをやりましたね。ツイッターに上げてますね、写真は。ああ、優雅さんお疲れ様です。野田の件同情するよ。ちょっとショックでしたね。でもまあ、みどりさんのお祝いができたんで、ちょっと迷惑かけちゃいましたけど。なんかみどりさんに久々に会えたのと、あと、ラミアさん初めて会ったのかな。ラミアさんとエビピラフちゃんと、あと、嬉しかったのが、昔お世話になった力也さんとお会いできたんですよ。で、力也さんと握手して、ご無沙汰してますって言って、僕、本当に全くの無名で、配信始めたての頃に、一番最初にお世話になった人が力也さんだったんで、コラボしていただいた大手の方が、すごく嬉しかったですね。ただ、ロン毛になってたのはびっくりしましたけど、元気ですか、ゆいがさん。なんか、ふわっち始めたみたいですね。僕は今、33歳で、で、今年34になる年ですね。1985年生まれで、配信者でいうと野田ゾーリ、石川紀之さん、YouTuber でいうと柴田とか、あと関真吾さんとか、配信者が結構多い年齢ですね。一個上が香川さん、鮫島さんっていう。同い年なんですね。M さんね、色気あってすごい素敵な人ですよ。セクシーです。野田総理の件は大批判されるべきだな。俺も和道が何で怒ってるか理解してなかったからディスしたが。ああ、そうだったんですか。ああ、まあ、事の経緯を話すと、僕がみどりさんのイベントがあるっていうことで、で、チケットが手に入ってなかったんですよ。で、ロフトプラスワンに、オープン前に行って、まあ、チケットを当日券を手に入れたいんですけれども、売ってますかって、キャンセルとか出てますかって店員さんに聞いたら、ごめんなさいって満席なんですって言われて、で寂しくなっちゃって、あーって、普段飲まないんですけど、まあキャスバー行って飲もうかなって言って、一人でしっぽり飲んでたら、結構その暗黒界隈のリスナーさんが飲んでいて、でヨッサンと金梅さんが飲んでて、で特に絡みはしなかったんですよ。で1時間ぐらい飲んでて、でバーの店員さんとかに、チケット取れなかったんすよって言って、あ、残念ですねって言って、じゃあここで放送流すんで、もしよかったらここで飲んでってくださいよみたいな話してて、で、よっさんと金梅さんが話してて中で、チケット、金梅さんチケット持ってないけど顔パスだよっていう話になってて、で、僕チケット取れなかったですよよっさんって言って、よっさんと話してたんですよ。そしたら店員さんがトントンってやってくれて、
奥のお客様がチケット余ってるみたいなんで、譲っていただけるらしいですよって紹介してくれたんですよ。で、あ、僕はどうと申しますって言ったら、あ、そうなんですかって言って、こうこうこうでって言ったら、あ、じゃあチケットどうぞって言って、で、定価で売ってくれたのね。2000円払って、で、チケット手に入ったってなって、で、よっさんはゲストで、俺はチケット手に入った、で、金梅さんはチケット持ってない、でも、まあ、金梅さんはさすがに顔パスでしょうみたいな、有名人だから、あ、暗黒いっぱいいました、いました。で、そのまま行ったんですよ、3人で。で、まあ僕チケット持ってるよっさんゲストで、まあ金梅さんも一緒にいたから、グーって中に入ったら、なんだよお前ら、何しに来たんだよ、あ、よっさんお疲れみたいなのをゴロリにまず言われたんですよ。いきなり、なんだお前らみたいな、いや、なんだじゃないでしょみたいな、何その言い方みたいになって、よっさんが言ってくれて、で、何しに来たの、和道とかって言って、あ、僕お客でチケットを手に入ってって、あ、そうなんだみたいな、じゃあいいわみたいな、で、金馬帰れよみたいな。で、なんか結構ゴロリが怒ってて、帰れよ、何しに来たんだよみたいな。まあ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 みたいな、みどりさんとかも言ってくれて。で、席とか、なんか立ち見でもいいから、ちょっと見させてよみたいなことを、よっさんが言ってくれたら、ダメに決まってんだろ、帰れよみたいな。今、ミーティング中で忙しいんだよ。何なんだよみたいな。で、和道とよっさんはいいよ、よっさん打ち合わせしようみたいになったら、さすがにその態度ねえだろってよっさんが怒って、で、じゃあ俺立ち見でいいから、俺の座る席を金梅さんに譲ってやってくれよ、俺ずっと立ってるからよって言ったら、ダメだよっつって、じゃあ俺帰るよっつったの。じゃあそんなんだったら、そんな対応されたらこっちだと、何、ゲストで出ねえよって言ったら、帰れ帰れってコロリさんが言って、まあまあまあみたいになって、で、金馬さんは、もうずーっとこんなんなってて、そしたら野田総理が奥で座ってたの、ミーティング中。ゴロリ、みどりさん、ゴロリ、みどりさん、野田総理でミーティングしてたんだけど、その時に野田が、和道のチケットを金馬さんに譲れよ。で、なんだこいつとか思って、俺黙ってたの、最初。ね。そしたら、なんか、いや、野田黙れ、関係ねえだろ、みたいな。そしたらみどりさんが、まあいいじゃん、ゴロリ、みたいな。金梅さん入れてもいいんじゃないっつったら、ダメですよみたいな。そしたらもう一回野田が、いや、だから和道とか使い物になんねえんだから、お前のチケット金梅さんに譲れば解決だろうとか言って、うるせえバーガーっつって。 で、さすがに金梅さんもなんか、野田それねえだろうみたいな、何言ってんだよお前みたいになって、で、よっさんもふざけんなみたいな、どん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 ヒートアップしていって、結局俺野田に4回同じこと言われたの。だから和道なんていらねえんだからよ、お前のチケット金梅さんに譲れよっつって、で、 ゴロリも帰れ帰れみたいになって、で、最後に、もうじゃあいいわ、こんなイベント来ねえわっつって、3人で出ていく時に、もう3人激おこで、俺は野田に切れてて、金梅さんとよっさんはゴロリに切れてると。そしたら、みどりさんが何言ったかっつったら、バッて立ち上がって、よっさんだけは残ろうって言ったの。 よっさんだけは残ろうっつったけど、来るわ残るわけねえだろっつって、っていう流れなの。で、あの対応はさすがにないよねっていうのを、暗黒のイベントが始まったら、3人で管巻きながら飲んでたのよ。ぐーって飲んでたら、いや、もういいっすよって、チケット、僕のチケットを金梅さん使ってくださいって言ったのね。で、そしたらさすがに和道くんそれはできねえよって、いや、気持ち嬉しいよって、和道くんのそういう優しさ嬉しいけど、あんだけコケにされていけねえよっていう話になったので、まあでも僕いいっすよって、僕盛り上げることもできないし、金梅さんが行った方が盛り上がるからっつったら、予算が、じゃあ和道くんのチケット俺が買い取るよって言ってくれて、で、俺が2000円もらって、金梅さんがチケット預かったので、じゃあ帰ろう帰ろうってなったら、え、和道くん帰るのみたいになって、俺もなぜか一緒について行ったのね。で、まあ中に入れて、あの暗黒ドタバタ劇、ちょろっと、そういう流れだね。野田マジでうざいでしょ。 少なくとも俺金払ってる客なのよ。チケットちゃんと持ってるのよ。なんで俺があんなに言われねえといけねえんだって思ったもん。すげえムカついた。
じゃあ、窓を上がらせるなじゃない。俺は何かあった時に止めようと思って、そう、上がらせるなじゃないよ。俺だって演者じゃないもん。じゃあ、2人までしかダメじゃないよ。俺は、台上がってないから。ゴロリが警察呼ぶぞ、警察呼ぶぞって、もう警察呼べって言ったから、よっさんを引き上げに行ったんだよ、俺は。よっさん、警察呼ばれるから帰ろうっつって。金梅さん優しいっすよ。基本的には金梅さんめちゃめちゃ優しいっす。っていう、まあ、ショートコントがあったって感じですかね。ショートコント。っていう流れですね。まあまあまあ。まあまあまあ。野田は天狗だな 野田は天狗だな まあでもチケット持っててね、あんな言われ方したら頭くるよな。なんだあいつって思うよね まあほら、俺は当事者だから、その声聞こえてないからさ、メロンメロンに酔っ払ってたし、まあ言われてるんだろうな、多分な。いやー、まあでもね、別にいいよ。みどりさんのお祝いができたんだからいいじゃん。まあちょっとトラブル起こしちゃったけど。だって金梅さんもさ、別に荒らしに行ったわけじゃなくてさ、やっぱりみどりさんの10周年を祝いたくてっていう気持ちがあったから行ったわけじゃん。別に売名したいとか今更あるわけないんだからさ、十分有名なのはみんな分かってることじゃん。で、みどりを盛り上げたいっていうふうに言ってるわけだから、俺はよっさんもそうだし、俺もそうだし、金梅さんも同じ気持ちで、みんな会場にいるみんな同じ気持ちなんだよ。一人だけ除いて、ゴロリ以外ね。だって金梅さんがいた方がさ、人ねえ、あ、祝いに来てくれたんだって、リスナーも気持ちいいじゃん。暗黒の人も別に受話器で回してるわけじゃないしさ、あー、なんかいいとこあんだなーみたいな、ほっこりするじゃん。一言やり取りがあって、ちょっと座ってよみたいなさ、ワンコーナー設けりゃいいじゃん。なんでゴロリが普通にブチ切れてんのかよく分かんなかったんだけど。わかるよ、そのブッキングしてないとかさ、いろいろあるのは。でもさ、そこはさ、みどりさんが、いや、いいでしょうって言ってんだったら、いいんじゃねえのと思ったけどね、俺は。そこは頭固すぎるだろうっていう。だからゴロリダメなんだ。だから嫌われんだよな、あいつな。ダメだよ。暗黒リスナーから嫌われてんの？わかんない。俺、暗黒でもないし、コバエでもないから、わかんない。どうなんだろう。なんか対立構造なのかな。どうなんだろう。あんまりよくわかんない、配信会のことは。でもまあ、祝いの席であれはねえわ。と、俺は思うよ。暗黒出禁なんだ。いや、知らない、全然。全然知らない。そうなの。何があったんだろう、暗黒出禁って。何が嘘なのか分かんないけど。何が嘘なの。いや、ボアージオさんが知ってることを俺が全部知ってるわけではないから 分かんないことは分かんないっすよ。どうなんだろうね。
だって金梅さんが暗黒できんかどうかなんか、なんで俺が知ってるの？とぼけるかどうかなんか知らないよ、そんなの。なんで俺が知ってると思うのよ。もう全然、だって暗黒も最近見てないし、金梅さんも全然見てないよ。何様なんだっつって。俺が？俺暗黒できん、全然なってないでしょ。何暗黒できんって。聞いたことないよ、そんなの。だって男官塾でもみどりさんと絡んでるし、なんだろう。全然絡んでるけど、暗黒できんとかあるの？全然、なんか、出入り禁止とか聞いたことないけど、俺は。そうなの。俺暗黒できんなの。わかんない。できんってはっきり言われてないから。まあでもいじめられっ子とか、なんか配信会の人ってうだつ上がらない人多いじゃん。だから面白いんじゃないの。なんかプライベートが充実してないからネットで輝いたみたいなケースが結構あるじゃん。そこになんかドラマがあったり魅力があったりするから、俺は面白いなって思うな。なんか面白くない？そういうの。好きだよ。なんか、まあ天狗になったらね、まあ嫌がられるわな。ねえ、閲覧が増えて態度変わる人もいるし、収入が増えて態度変わる人もいるしさ。それはまあ、配信者としてっていうか人としてだよな。いや、元気だわ、俺。いいよ。ありがとう。元気だわ。まあ、ちょっとへこんだけどね。なんでこんな言われ方するんだろうっていう。まあ、さすがにちょっと傷つくけど。まあ、しょうがないよね。いや、ないよ。若い頃はさ、なんか誰かに対する怒りとかさ、なんか大人とか親とか学校の先生とか、10代20代の頃あるよ。会社の上司とか社会がとか、なんかもうね、30超えてくると怒らなくなるよ。なんか全部許せるようになってくるんだよ。あ、怒りのエネルギーを持ってるっていうのがさ、若さでもあるんだよ。それを情熱をパワーに変えることができるじゃん。でもね、大人になってくるとね、おっさんになってくると、だんだん怒るのも体力いるから、怒れなくなってくるんだよね。なんかね、その、なんだろう、いろんなことを知っていくとさ、まあ人には事情があるよねっていう。なんかこう、小さな世界でマウント取り、そう、あるよね。30超えてくる、来たりさ、いろんなことを知ってくるとさ、小さいことでさ、俺が偉い、俺が強いってやってても、疲れるだけなんだよ。得がないわけね。そう。なんかこう、いいことではないから、それは。だからね、だん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 怒らなくなってくるよ。温厚になってくる。俺も昔はさ、なんか喧嘩したりとかさ、許せないとかさ、いろいろあったけど、今は特に別にないかな。なんかいろんなものが許せるようになってくるよね、だんだんとね。
そういうもんだろうな、多分年を取るっていうことは。多分その相手側の怒りとかに理解できるようになるんだろうな、自分が怒られる対象だとしても。まあ確かに俺も言い過ぎたなとかさ、俺にも悪いところあったなとか、いろんなものが見えてくるんだよ。殴り合っても何も解決しないからね。だからだんだんなんだ そう、殴り合っても何も解決しなくて、結局お互いが歯折れたとか骨折したとか、たんこぶできたとか怪我して、で気持ちはすっきりするかもしれないけど、周りは不快な気持ちになるし、ねそんなねことしても何もなんないからさ、だんだん怒らなくなってくる。楽しもうよっていう気持ちになってくるんだよね、不思議と。だからね、怒れるのはパワーだし、それをその人にぶつけないで、なんか仕事とかスポーツとか作品とか趣味とかにね、没頭できる力に変えるのも俺はパワーだと思うから。怒りのパワーっていうのをうまく使ってね、人生を豊かにしていく人は素晴らしい人だなと思いますよ。で、この入場曲はね、「仮面ライダーブラック RX」っていう、俺が子供の頃に好きだった特撮だよね、「仮面ライダー」のオープニングテーマ「仮面ライダーブラック RX」っていう曲ですね。すごくかっこいい曲で、もう最後の捨て頃だから好きな曲かけようかな。RX かっこいいよね。あ、よっさんの定番曲なんだ。すごいかっこいいよ。シャドウムーン懐かしいね。光のオーロラ身にまとい。サビどんなんだっけ？ Wake up the hero 燃え上がるててんてんてんててんてんがかっこいいんだよね。光と影の、光と闇のなんとかのバトルでてんてん、かっこいい。RX、あの曲ほんとかっこいいよね。ザ・アニソンっていうか、ザ、なんか昔のザ・アニソンとかね、ザ・特撮っていう感じの歌減ったよね。ああいう歌良かったんだけどな。なんかアニメの主題歌に普通のバンドを採用し始めたのって、多分ね、俺の記憶だと、るろうに剣心なんだよね、多分。るろうに剣心がいきなり3分の1の純情な感情とか、2分の1とか、川村誠、あとジュディ&マリーのそばかすとか、すごいヒット飛ばしまくって。で、なんかその普通のバンドとアニメーションのタイアップみたいなのが普通になったビジネスモデルが多分あそこなんだよね。それまであんまりなかったよね。いや、全部名曲だよね。
スラムダンクワンズ歌ったりとか、多分あの辺だよね。あの風潮が変わったの。で、J-POP が全盛期で、なんだ、アニソンバンドありなんだ、みたいになって。バンドはバンドで独立してたもんね。ドラマとかやってたけど、アニメは歌ってないような気がする。ねえ、スラムダンクもね、ワンズとか、あの、君が好きだと叫びたいとかね、世界が終わるまではとか、あとなんだ、あなただけ、大黒摩季か、あなただけ見つめてるとかね。あ、だから今考えると、90年代とか2000年代は J-POP すごかったよな。本当に実力のあるバンドいっぱいいたし、飛ぶように CD 売れてたし、ザードか、そっかそっか。ザードだ。ザードもすごかったよね。売れ方ね、半端じゃなかったよね。死んじゃったよね。悲しいよね。死んじゃったよ。と、名探偵コナンとかもそうか。胸がドキドキとかね。ブルーハーツ。CM もすごかったよね。いや、音楽のミュージックビデオとかもすごい金かかってたもんな、今考えると。あの頃はすごかった。PV もそうだし、売れ方もそうだし。曲も良かったしね。なんか、すごい元気だったよね、音楽業界が。まあ、バブルだったんだろうな、多分。すごいいい時代だったよね。じゃあ皆さんそろそろおやすみなさい。僕は明日また放送やるために寝ます。ありがとうございました。オッツです。Stand by.